今回はですね、まあこちらになりますかね。あ、これですね。インプレッセの V スペック V ですかね。になりますかね。まあこれトミカリビレットヴィンテージのインプレッセ WX あるじゃないかと思うんだけど、あれは、また別バージョンの2ドアかなのやつになるんですよ。これは、このヒストリーカーコレクションにしかない4ドアバージョンになってるんですね。でこれはインプレッサ WRX として、まあ全体的に紹介しますが、WRC の出場を前提に、開発されたホットモデル。ハウスドットシュランボディに水平対向4気筒 DOAC2 リッターターボエンジン、240馬力を搭載したイアンティークフォーランディアスポイラル武装士、ニルブリングなど走りの頃に見えて熟練された足回りを持つ。変速機は5段 NT 分、タイプ RA は NG がコロール仕様に設定され、商業ベースボール93年10月にスポーツワゴン WRX を発売し、セダンに4段 AT を設定。94年1月に5段 AT 車がベースの WRX STI を発売。で94年10月に260馬力に出力を向上し、同年11月、エンジンを275馬力に遷移し、ドライバーズコントロールセンタージェフ付きトランスミッションを搭載したセダン、WRX タイプ RA STI。 翌95年8月にセダンワゴン WRX STI バージョン2というのを発売。で95年10月にスポーツワゴン WRX ベースでオーガルタイヤをフロントタイヤやフロントプロテクターを設備のグランベル EX を発売。96年5月280馬力に出力を向上。98年3月にスポーツクーペーピンニュー 2P STI バージョン、同年9月にクーペー WRX タイプ RSTI バージョン V を発売。2000年4月 S20STI バージョン300馬力を3台限定発売し、 WRC では93年第9戦フィンランド戦後でデビュー。95年からすごい3年連続マニファクチャーズタイトルと移動をもたらしたということで、当時は令和からこれは車がすごい人気があって、三菱の内房同様にインプレッサと三菱の内房、あとはシビックのタイプ R とかね、本当まあライバルがいて、まあそれだとよく争っていた車ですね。で特にラリーではこのインプレッサの WRX と、三菱の内房シリーズですね、1とか2とか3とかね、であれだとよく ラリーでよく競っていた車だったですね。うん、まあそのイメージというのがすごく強いですが、まあラリーだけではなくてレースでもね、この車はいかんだけど発揮されるようなところがあったんですが、まあそうだね、当時はこの当時って、まあ車を92年でしょ、だから毎年乗りある車って、まあ毎年じゃない、月が変わるごとに車を新しくまた車種を作りましたみたいな感じの勢いだったんですよ。だから新しい車が出ると常にもうこの裏の車は改良されていって、1とか2とか3みたいな感じでどんどん改良されていったんだよね。だから今の時代の車作りからするとちょっと考えられなくなってしまいましたね。この時代はよほど景気が良かったんですよね。だから車が新しいものが作られるとすぐにまあより高性能な車をということで、土地が変わるたびのペースで作られていったということですよね。だからそれがやっぱすごいなというふうに、思いましたね。当時はみんなこの時代の車はかっこいい車もあったし、でやっぱりどんどん性能も良くなっていったからね、だからみんな当時の兄ちゃんとかね姉ちゃんが好んで、まあ当時は兄ちゃんが多かったかな、そういう車を好んで乗ってたけど、まあ今の時代だったらね、スポーツカー系女子って言われて、まあ女子の方でも、姉ちゃんのこういうすごい派手な車っていうか、もう戦闘機みたいな車っていうかね、まあそういう車に乗る姉ちゃんも増えてきてますけども、この時代までは兄ちゃんの時が多かったかな、でもまあすごい車はすごい車だったね。それがトミカで出ました。
トミカがこのダブルインプレッションダブル RX でした。これトミカとしては初だったんじゃないかな。初だと思う。で、これの、フォードアバージョン。でね、ほら、ここには窓が開いてんのに、これドアが開かないんですよ。これなんでドアが開かないんじゃいっていうツッコミがあるんだけど、ベトラム製ですよ。ね。で、こういう風になっていて、白いボディで、これまたかっこいいよね。当時のインプレッサーっていうものをよく再現されてるなという感じで、WRX でこう、誇らしげにこう書いてあってさ、そう、こういうところがかっこよかったのよ。WRX って誇らしげに書いてあって、で、ここにほら、ダクトっていうかね、空気を抜けるというか、そういったものがこのボンネットがね、ポコーンとこうくっついてる。そういうとこやっぱかっこよかったよね。この時代の車ってほんとかっこよかったんだよ。で、前がこういうふうなでっかいフォークランプみたいなのがポーンってこういうような車ついててさ、そう、まあ中にはかっこ悪いって人もいたけど、私はこういう車をこういうでかいフォークランプみたいなのポコンとくっつけるのはありだなと思ったんですよ。うん、で非常に良かったなっていう感じ。ただこういう車の場合は同時に色なんですよ。色が例えば灰色とかの色だったら地味になっちゃうのね。だからちょっと 色によってはやっぱりちょっとおじんくさいというかの色になっちゃうから、うんね、やっぱりこういう系のかっこいい車とかかわいい車とかもそうだけど、そういう車のやっぱり色柄っていうのは非常に需要されるよね。いくら例えばほらマニュアルの方がいいんだってマニュアルの車を買ったところでもうデザイン色が灰色とかだったらちょっとまあもったいないですよね、うん、正直言うと。いくらかっこいい車買ったんだって言っていい車買っても色が灰色じゃねみたいなね、うん、もうちょっとかっ、まあ、灰色の中でもかっこいいやつはある、うん、ある意味灰色の中でもかっこいいのはある。まあ私が持ってた ER さんにはあれは灰色だったんだけど、あれはあれでかっこよさがあったんですよ。まあ、灰色って灰色だね。うん。で、灰色の車でもやっぱりかっこよさがあるんだけど、このインプレは灰色はちょっと似合わないかなっていうところですね。うん。まあ、中には似合うやつもあるけど、うん。なので、まあ、そういう車ってやっぱり色とかもやっぱり重要性がありますよ。うん。で、なっていて、まあ、なかなかこれはね、かっこいい。車だったんですよね。これとよくインプレッサとライバーがね、もうバチバチバチって感じでね、うん、スバルがインプレッサ出しますと、WRX のシリーズ出すと、三菱も負けず劣らずライバーを出してきて、でよく争ってたから、でそれにちょっとこう遅れを取るような感じで、シビックのタイプ R っていうのを出して、で後にインテグラタイプ R っていうね、また別種のあのやつも出してきたけども。あの時はすごかったね。なんだろう、もう高馬力が速いのと、なんていうんだろう、軽量化されてて馬力が速くて、うん、まあ何しろこの時代あたりの車って90年代でしたかね、この辺り時代の車って車を買う人多かったし、やっぱりそれで車をカスタムカーにするとかそういう人多かったからね、中には車にもパーツにも金をつぎ込んでさ、車に1000万とか2000万とかどれ金額つぎ込んだよ。でもう中には次から次へとそういうような車を買ってきちゃ、もう改造し買ってきちゃ改造しっつって、もう何つうんだろう、わずか1年か車検来るか来ないかぐらいの勢いのペースで車取っかえちゃう人いたんだよね。うん、でも今そうした苦労してるよ。今そうしたあれでしょ、借金がすごいことになってさ、で借金返さなきゃいけないってすごい苦労してるけど、そういう人たちが今おじさんになって苦労してんのよ。だからやっぱりだからあんまりカスタムがいいやっつって、あんまりカスタムにこだわりすぎるのも良くないね。やっぱり車ってのはカスタムにあんまりこだわりすぎず、でもほぼノーマルが一番かっこいいし、まあカスタムされてもチェーニングメーカーですねのところが、やっぱりメーカーが認めてるチェーニングメーカーですよ。そういったところの、まあ、車をそういったものをつけて走り回るっていうのがかっこよさだと思う、うん、でそんで大体ほら車をすぐ手放すんじゃなくて、やっぱり長く乗り回していくのが車だと思うんですよ、うん、大体そういう人ってやっぱりミニカーでも何でもそうだけど、
やっぱ改造が好きですとかつって改造したりとかね、うん、あのカスタムカーになんかもっと派手なカスタムカーにしようとかしちゃうんだよ。でそういう人が大人になってくるとやっぱり父親がやっぱりそういう人だとやっぱり子供も影響されるもんで、やっぱりその子供もやっぱり大人になったら、あ車が欲しいなっつって、で車買うのはいいんだけどノーマル嫌だなとかっつって、であちこちこうねパーツを買ってきちゃう、もう取り付けてもらったり、あるいは取り付けたりなんかして、でそれで2年とか1年とか2年とか乗るでしょ。でそうしたら、あ嫌だなっつって、もう今度はまた違うの乗りてえなっつって、違うの買ってきて違うやつにまたやんね。そうするとお金がいくらって思ったんだよ、うん、そういう人は当時は5万といたんじゃないかな、うん、まあその中でそういう人たちの中でダントツ買ってた人っていうのはノーマル乗り続ける人とかさ、あるいは、あのメーカーが認めてるパーツをつけて、でそれをちょく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 こうなんていじったりしねえで、そのままずっと乗ってる人、うん、長いこと乗ってる人ですよね。すぐ手放したりとかするんじゃなくて、うん、本来車好きって本来車ってやっぱりそういうものだと思うよ、うん、チェーニングパーツでもあの社外品のメーカーをつけるんじゃなくて、ちゃんとメーカー側がちゃんと認めてくれてるパーツをつけて、でそれですぐに手放すとかじゃなくて何年も乗ると、うん、1年2年で手放すんじゃなくて、もう車検が何回も来るほど、乗り回すと、例えば10年とか20年とかね、長く乗ると、うん、その方がやっぱりいいと思いますよ、うん、だからまあそういった車っていうのがね、なかなかいいなと。あこのインプレッサーの良かったですよ。だから車好きとかミニカー好きの人も注意しとかんとあれですよ、注意しとかんと、あの改造とか好きな人やってる人多いけど、君たち大人になると苦労するよ。大人になってね、自分の足買ったわっていうのはいいんだけど、いやこれ社外品のパーツつけたいねとかって、社外品のパーツつけて、おかっこいいじゃんとかなって、で1年2年になったら、ちゃったまあ飽きたなとかつって、で別の中古を買ってくるのよ、あの中古でも新車でも。でそれ乗り回して、あもうもういいや飽きたわつって、また違うやつ買ってくるのよ。とんでもないことになるよ金額が。そしたら金額もかかるし、とんでもないことになるから、あのそういうのはもう下げた方がいいと思いますよ、極力的にね。うん、まあお金持ちの人だったらね別かもしれないよ。お金なんかいくらでもあの稼げるわよっつって、お金たくさん稼げる方はいいかもしれないけど、あのまあそんでも本当のお金持ちの人ってのはそんなにちょく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 借り換えたりせんで、いい車は長く乗りたいから、10万キロだろうが20万キロだろうがずっと長く、うん、乗ると思いますよ、うん、それは何らかの事情でね手放すということがない限りは、うん、乗っていくのが、それが車にとっていいことだなと思うからね。だからこういうのもあれですよ、ある意味ミニカー好きの人とかがこういうのなんかこうさらになんかカスタムしちゃいましたとかっていうのは、そういうのはやめた方がいいと思うよ。これだけで十分かっこいいですからね。でほら内装とかもこうね、ちゃんとほらこの時代の車だったら、前ナビっていうのはあんまりついてないけど、あのかっこよく仕上がってるんで、これはなかなかいいなと思う車です。どうもありがとうございました。